雨上がりの日発三ツ沢球技場です。2020明治安田生命 J1 リーグ第31節横浜 FC 対サガン鳥栖の一戦もお楽しみいただきます。さてここで11月25日に亡くなられた元アルゼンチン代表サッカー界のレジェンドであるディエゴ・アルマンド・マラドーナさんに向けて黙祷が捧げられます。黙祷。横浜 FC のスターティングメンバーです。ゴールキーパー6ターン、マギーニョ、田代、小林、七のフォーバック、中盤は松浦、瀬古、手塚、斉藤光介、前線に斉藤光輝と一味 4-4-2 を予想しています。リザーブには南、井の葉、袴田、安永、中山、草野、瀬沼と入っております。サガン鳥栖です。ゴールキーパーはパクイルギュ、松岡、宮、エドゥアルド、中野、樋口、高橋、原川、小山津、林、本田、こちらも 4-4-2 を予想しております。リザーブは森田、原、森下、リャンヨンギ、相良、金森、レンゾロペス。今日はメンバー外ですが松井大輔、三浦和義、2人はスタンドから見つめています。一本長いボールマギーニを狙います。本田風知、中野、もうこぼれ球中央へ、松浦拾って一味打ってきた。アクイルギュ、ここは安定したキャッチングを見せました。いいんじゃないですかね、積極的でね、はい、まあ、丁寧につなぐので、まあ、両チームとやっぱ好感の持てるチームだと思いますよ、はい。まあ、単純にアクチュアルプレイングタイムが長いですね。ですね、だそういう意味でも両チームやっぱプレスタイル似てるんですよ。面白いバルタヘリング飛び込んできました。そうでしょう。最後は樋口ですかね。あ、林ですか。林ですね。こっち入りだったらそっちターンにはっきりつけてくれ。おー、ボールが出た。一味だ。一味のシュート、ナイスセーブ。パクイルギ右手一本、これはオフサイドです。斉藤光輝よく反応しましたね。いや、その通りですね。あのシュート打つまで本当に動いてなかったですよ。いいポジション取ってですね、はい、シュートに対して反応するっていう準備はできてましたね、斉藤光輝はちょっと溜めてから七を使いました。そして斉藤光輝縦いった。斉藤光輝、斉藤光輝さらに打った。斉藤折り返し、松浦。前半アディショナルタイム、ゲームを動かしたのは横浜 FC。 見事な突破でした。斉藤光輝仕上げた松浦。まあ、もう斉藤光輝が 0.5 点上げてもいいんじゃないかっていうぐらいのプレーでしたね、はい。ここのね、緩急のつけ、この後緩急のつけ、ちょっと遅くしといて飛び込んできたところスピード上げて松岡ね、うまくかわしましたけれども、非常にね、相手の逆取るの非常にうまいですよね。斉藤光輝スルーパス、松浦来た、松浦だ、ポスト一味、これはブロック、超決定機でした。松浦、おー、かわした。林のパス、本田落として林通った、樋口だ、後ろから林のフィニッシュ、抑えました。6ターン、エドゥアルド、おー、いいところで受けました。小山津スルーパス、引き出した林、林打ってきました。父のクリア、
小山津折り返し林今日一番の決定機か林大地頭で合わせましたが叩けず今体ごと飛び込みました。そうですね、原川そして小山津ですかね。鳥栖は林を下げてレンゾロペスを投入しました。松岡原川が広げて左から中野両足蹴れるサイドバック原川クロスレンゾロペス狙い通り高さで取りましたサガン鳥栖1対186分タイスコアに引き戻しました。まあ見事なパスでしたね原川ね。ゴール前レンゾロペスいますからね。原川が入れます。ヘイネークロスバー止まる球クリアまだあります。中野が右足であこれはキックミスになりました。よく止めた6ターンドンピシャヘッドでした。いや本当に相当な至近距離からでしたけど、よく反応してね弾きましたね。エドワールドいいパス本田レンゾロペス広げて ここですね。森下入れます。6ターン本田のヘッド。手塚背後ここで試合終了。フルタイムを終えて1対1勝者は生まれず、ただお互いに、まあ、良さは出したゲームではありました。